提供してほしいっていう、オファーが、まあ、正式にあるようなないような状態で一応来てみてやろうかってことで、たまたま自分が島根県でライブしてた次の日に一日空いてたので、その山口県の瀬戸内海の方まで行って、でこのフェリーでそんなに長い時間じゃないんですよ。それで山口県の岩島で一晩過ごしたんですね。それでちょうどニュースでその島の逃走の様子が取り上げられたり、すごく攻防がある時期だったんですよ。それでいろいろ自分もその島の人たちのリアクションをどんなに感じるかが出て、すごく良かったなと思います。ちょうど1年くらい。そうですね。今は考えたら、そうですね。今日ですね。それでね、オットカップの中のお会いしました。あ、そうですね。広告機がまたおまけで、アップしてあるんで、それもよく届かせてください。僕なりにその感想とかを書いてます。すごい、田中さんは一晩、一泊だけ、はい、すごい、なんかいろんなことを、はい、感じられたんだ。まあ、それも結構いろんな偶然があって、自分の父方は富山の父方いましたけど、母方は鹿児島なんですね。で、鹿児島の屋久島なんですけど、屋久島熊毛郡っていう場所に位置してるんですけれども、その唯一日本で他に熊毛郡があるのがその岩井島なんですよ。それなんか妙な縁を感じて、その屋久島はもちろんすごく大きいですし、91番標高が高い山があるぐらいだから結構なサイズなんですけど、岩井島は本当にそのミニチュアみたいな感じで、ハートがなんか発見してるんですね。それで本当に島にね、船で行って作る雰囲気っていうのはすごく独特なものがあって、なんかすごい懐かしい思いをしたんですよね、岩井島に。僕まだ岩井島に行ったことないですけど、映画で農薬屋さんとかそういうのを作ってる人がいたり、ひじきを一生懸命作ってる一発に登場してくれるんですが、やっぱりそういう大きな施設、はい、今のところ原子力発電所なんですけど、それが建てられることによって生態系のバランスがもう完全に崩れてしまう。でこの先にその島の自然が生きればよりも全然なくなっていく、そういう危機感になっている。そうなんですね。本当にその構想は30年間続いていることだし、もちろん僕のような部外者が1ページでね、レポートまとめられるようなものではないんですが、自分が来て分かったのは、例えばその海岸にあるものが原子力発電所でなくとも、例えばただの工場とかゴミ処理場でも同じ部分はたくさんあるんです。もちろん原子力発電所だから絶対に出しちゃいけないっていう状況の問題もあるんですけど、それ以前に自分たちの生活権を守るためにはここで物を建てないでくれっていう権利があるんだという、人権上の問題だったりするし、その発電所の建設においても立つ立たないように埋め立てちゃその自然が壊れるじゃないかっていう人もいるし、立ったところで核のゴミ以前にその温排水だけでも、その暖かいお湯がすごい勢いでバーッと海に毎秒出るだけでも生態系が壊っちゃうわけです。
当にその実際にあの映画で使われている音楽っていうのも自分が演奏しているものっていうのはあまりなくて、自分はディレクションという形でいろんなミュージシャンを誘ったんですね。その中にあのいろんな偶然でたまたま僕はあのドイツのベルリンという街に初めて去年行ったんですけど、去年秋行って、そこであのジャズバーをたまたま通りかかったんですよ。そしたらあの着物を着て、あのすごいあの勢いでマーキングを演奏されてる日本人の女性の方がいて、それ本当にその旋律があの素晴らしくて、あの普通あのマリンバで聴くようなハッピーなあの音階のものではなく、本当にあの入り込むようなあのいわばジャズだったんですね。それであの素晴らしいなと思ってつい入ってしまって、それで見終わったら話しかけて、それであの連絡先を交換したという感じで、それで彼女が日本にあの演奏に来るっていう連絡もらったんで、ぜひ飲みましょうということで、映画の出演をして、こういう方法、こういうプロジェクトの音楽をあの作ってほしいって言われてるんですけど、ぜひあのどういうことかわからないですけど、セッションに入ってやってもらえませんかって頼んだら、チャレンジでいいですよって言ってくれて、それでその時は東京の浅草で、あのそのマリンバっていうのがすごく大きい場所ですから、それが常設してあるスタジオを借りて、その映画の断片で、その時の音が使われて、ね、熊中さん、1年ほど、ターザンの新年で、18日から全国の先頭を切って、劇場公開をさせていただいているんですけれども、熊中さんは2日の金曜日、13日に、劇場でもご視察をしてくださって、2日目にはピーチングの上映を結果あったりとかしていただいたんですけど、その中でも、シングさんその一人でそれを全部座ってやって、いろんなミュージシャンを巻き込んで続けてすごく嬉しかったという話をしていらっしゃる。その作り上げ方がすごい好きになってます。そうですね、というよりあの実際に依頼があった時も何をどうしてくれっていうのも全くなかったですね、若いあのリクエストは、うん、で、まあ、自分もそれをオープンな感じだということで、それなりにあの何でもまずは真っさらな状態からなので、なんていうんですかね、やっぱりプロジェクトっていうのは何事もあのメンバーとかそういう内容もそうなんですけど、その順番ってすごく大事だと思うんですよね。一つのことが起きたら、あじゃあこういうことしてみよう、でそれができたら、あじゃあこの人作ってみようとかって、なんか順番を考えるのってその順番を考える時間を作ることがすごい大事だと思うんですよ。それで要するに無理やり全部同時に終わらせないみたいな、だから結構マイペースにそれやらせてもらって、それであの初めからね、頼みたい人は何人もいるんですけど、全員同時に乗っちゃったら本当にぐちゃぐちゃになっちゃうので、とりあえず一つずつ丁寧にあのまずその最後会社さんの方に入ってもらって、そのパーカッションの方も誘ってもらったので書いてもらって、それであの以前から作ったのがどうかな、本当にパズルだったみたいな、やってました。簡単に言うと成り行きなんですよね。で、あの2日前にその富山のワンダースで僕の知り合いミスのミサオさんというクラダンサーが行き当たりバッチリっていうことを言ってましたそれはツイートしてます。そうですね、それは彼女のオリジナルが分かんないんですけど、僕はすごいいい言葉だと思って、僕はもうそれを座右の銘にしないくらい結構そういう生き方をしてるんですね。まあ結果笑いって言い方もできますけど、それがもっと能動的になって全体が強いので、本当そういう感じであの出会いが出会うようにっていう感じなんですよ。そうですね、ぜひ皆さんもまずは水野美沙夫さんの方が言ったっていうのを、まあ、覚えていただければ、はい、
もう一つ食のことについて伺ってほしいんですけど、食ですか、はい、僕はあの10年ほど前まではもう本当にジャンクフード、いわゆるマクドナルド、ラーメン、唐揚げなどなどこれ食べていたんですけども、まあ、あるところでベジタリアン食